今回もミニストップね、新メニューがあったで、まあ季節メニューかな。はい、まあ以前にもあったこれ抹茶抹茶って抹茶のハロハロですね。あ、以前にもあったのかな。これ食べてみたいと思います。はい、以前働いてたミニストップです。まあ税込み510円でしたね。この一品です。はい、出ました。これですね、濃厚なクリーム、これちゃんとミニストップのマークがついてて、イエーイ、抹茶かける抹茶はい、もう結構ね、やっぱりね、しっかりしてるんですね、あのミニストップのクリーム。濃厚で、まあちょっと固めな美味しいクリームですね。早速食べてみますね。もう一発目から美味しいです。はい、やっぱりこれハマる味ですね。定期的になんか、ま、あのミニストップのスイーツは、まあ、食べないと気が済まない。で、下が、はい、グッドです。で、下にですね、これ抹茶の、まあ、かき氷みたいなのがあって、その中に小豆があるんですよ。で、小豆を目指してですね、ひたすらこうね、もうスプーンでもうえぐって食べてるんですけど、なんかこれ穴掘り作業みたいになっちゃうんですよね、なんとなく穴掘り作業みたいになっちゃって、まあひたすら、まあ美味しいからですけど、ひたすら食べます。はい、で反対側ですね。クリームばかり食べちゃうんですよね。うん、でしょうがないですね、上ですから、上に乗っかってますからね。はい、で結構濃密ですよ。これも結構濃密なんですよね、抹茶の、これ抹茶のクラッシュかな、クラッシュ氷。あ、これグッドグッドでした。で、さあこれですね、やっぱここまでたどり着いたんで、小豆がちょっと、結構ね、これ小豆ですね、小豆入ってました。で、最後はね、これクリームと抹茶混ぜようとしたんですけど、結構かなり濃厚なんですよ、クリーム硬いんですよね。はい、もうやっぱ違いですね。で、これ混ざったやつ、最後抹茶とクリーム混ぜました。これが美味しい、おすすめ、完食しました。ありがとうございました。